はい、ゆきでーす。今日はですね、酒好きな元新潟人の飲酒動画ですけれども。はぁ、あ。もうなんかさ、一個さ、俺のさ、動画消えたんだよ。もうなんなんだよ、このクソソフト。このさ、ロジクールのさ、ウェブカメラのさ、がさ、撮ってるとさ、録画してるとさ、いちいち消えるんだもん。なんか止まったりするからさ、別なソフト使ってさ、やってたらさ、なんかさ、勝手にさ、一回撮ったんですよ。で、もう一回別の動画撮ったんですよ。そしたら、なんか自動的にその動画に、上書きするような、ソフトで、結局一個動画が、勝手に上書きされちゃったんですよね。もう何なんだよ、あのクソソフトは！ AGCAM っていうやつ。AGCAM ってやつね。AGWebCAM ってやつ。ウェブカメラレコーダーってやつね。これ何なんだよ、これ。何考えとんだ、クソ、クソがマジで。ぶち殺すぞ。普通に考えて、普通に使っててさ、俺2回使っただけでさ、このさ、不具合っていうかさ、ゴミさに気づいてさ、もう使わねえやってなったけどさ、なんで気づかねえんだよ、おめえらは。ボケが。ぶっ殺すぞ、マジで。ふざけてんのお前。ふざけんなよ、ほんとに。でさ、他のさ、録画ソフトさ、試してみようと思ってさ、有名なさ、バンディキャムとかいう、バンディカムってやつ、使ったらさ、はい、録画ポチって押したらさ、勝手にフリーズするんですよ。いきなりフリーズするんですよ。で、もう一回やっても、ポチってやっても、勝手にいきなりフリーズ。なんなんだよ！全然使えねえじゃねえかよ、お前。もう仕方ねえから、このクソロジクールの、ロジクールのウェブカメラソフトウェアに戻るしかねえじゃねえか、これ。なんなんだよ、マジで。ふざけてんのか、ほんとに。もう、ろくなソフトねえじゃねえか。ろくなソフト作るんだったら、作るな、おめえら。ボケ。邪魔だ！ただの検索妨害だ、マジで。ゴミみたいなソフト作るんだったらな、作んな最初から。クソが。ということで、今回は、一個動画が飛んだんですけど、また録画ね、し直すために、その、ね、まあ、今回は良かったですけど、またね、結局酒動画を撮るときに、例えばこれを動画撮ったとするじゃないですか。で、その動画が消えたとするじゃないですか。そしたらこれまた買ってこなきゃいけないですよ。しかも限定品とかね、期間限定品とかなると、俺は困るんですよ、マジで。期間限定とかなるとな、もう、その動画もう取り返しつかねえんだからな、マジで。俺がペチャクチャさ、20分くらいさ、喋ってたのさ、全部パーだよ、マジで。ふざけんじゃねえよ、ほんとに。もう！ダク！なんかおすすめのね、ウェブカメラの、録画ソフト、こういったやつなんですけど、こういったね、今録画してますけど、今使ってるのがね、ロジクールのね、ウェブカメラソフトウェアっていうやつなんですけど、20分ぐらいね、録画してると勝手にね、いきなり映像だけ止まって、音声だけ録音されてるっていうか、意味不明なね、やつあったんですよ。やつがなるんですよ。で、それをサポートに問い合わせたところ、申し訳ありませんが、他のソフトウェアで同じことがなるか、やってみてください。で、あと、なんか、アンインストールしてやり直してくださいとか、言っててさ、多分俺の環境でなるんだろうかわかんねえけどさ、もうやめてくれよ、マジで。本当に取り返しつかねえんだから、お前。かといって、お前、有料はやりたくねえしな。有料のソフトは、死んでも金払いたくないです。なぜかって、
もし有料で金払ったとして、こういう風なゴミみたいなソフトだったら嫌なんで、無駄に金払うことになるでしょ。そのソフトで完全に動作するとは限らないわけだからね。ということで今回は、セブン&アイのセブンイレブンで売ってました、多分。期間限定、朝日のクリアクーラー、シャドルネサワー、氷結、凍結仕込み、アルコール度数 6%、果汁が 1.1% です。こちらね、まあ、よく、セブンイレブンに売ってる、セブンイレブンのあれですね。プライベートブランド。うん。期間限定でございます。2017年の11月から2018年の2月までの出荷予定となってます。もうじゃあ期間終わってんじゃん、これ。え？もう期間終わったんだけど、2月までって2018年の2月も超えてんだけど、録画してる、今現在、3月の17日なんだが、俺いつ買ったんだ、これ。いや、最近買ったはずやぞ。残ってたんかな。果実の風味をより感じていただくため、氷点凍結仕込みのフルーツスピリッツを加えています。この商品はセブン&アイグループとアサヒビール株式会社の共同開発商品です。原材料がウォッカとグレープフルーツスピリッツとブドウ果汁と糖類と酸味料と香料とカラメル色素。このね、ウェブカメラのソフトウェアはね、すげえいいんですけど、ただ、勝手に映像が止まるっていうか、この画像を録画してるのに、なぜかいきなり、パキッて時が止まったようになって、俺の声だけが録音されるっていう。この不具合さえなければね、いいんですけど。あ、これもうネタバレになってますね。このね、グラスは、これギネスグラスなんですけど、ギネスビールをね、の動画がね、パーになりまして、それをもう使ってるわけですよね。はい。こちらギネスビールのね、ギネスビールを買った時に、つくグラスです。乾杯。ギネスビールの動画はまた撮らないといけないな。あ、うん、あ、これ。これあれだ。白ワインだ。うん。白ワインに、ちょっと甘み、グレープフルーツの、違う、グレープフルーツじゃねえ。マスカットか。うん。あ、白ワインっぽい。ちょっとだけ、結構普通のチューハイに比べると甘さが控えめですね。うん。うん。まあ、白ワイン。甘い白ワインかな。甘口の白ワインより甘い。うん。で、あんまり炭酸が、弱いタイプ。うんうん。まあ、先ほどね、俺が怒っていたのは、まあ、なんでかっていうと、やっぱり、例えば初めて飲むお酒の場合、最初の、ワンタッチ、ミー、いわゆる、一回目に飲むの、その、自分の感覚を大事にしたいんですよね。何度も飲んでる2回目とかだと、やっぱ評価変わってきたりするじゃないですか。やっぱり1回目のその、
ファーストタッチをね、そう、ファーストタッチを、大事にしたいんですよ。だから、一回一回の動画は、何回も撮れないんですよ。その感覚を俺が喋ってるから。その、ファーストタッチの時の、一回目に飲んだのを、もう戻ってこないんですよね。一回目に戻った感覚っていうのは、もう再現に言葉にも出せないんですよ。うん。だからね、一回目に飲んだファーストタッチは、もう俺の感覚で喋ってるからね、完全に俺あれだからね。最近コメントありましたけど、ユッキーさん、まあいいや。これ言わないでおこう。結局さ、俺結局、割と舌足らずで、っていうか言葉足らずっていうのもあるし、語彙力がないっていうのもあるし、なんで、例えば、ウイスキーに飲んだとしても、シェリーダルの芳醇な香りがしますね、だとか、例えば、桜の木の枝のような、ね、ウッディーな香りと、なんとかかんとかの、ね、風味が、うんちゃらかんちゃらとかね、全然できないんで、そういったの、全然わかんないんですよ。だから、ああいうこと言ってる人を見ると、ようできんなっていうと同時に、もう自分には理解できないんですよね。だから、ウッディーな香りとか意味不明なこと言われ、ウッディーな香りとか言われても、はぁーって、同じウイスキーを飲んでもね、そんなウッディーな香りなんてしないんですよね。うん。だから、あの方たちには何が感じてるんだろうって、ずっと不思議を思ってますね。さっぱりわかりません。うん。だから、そういった感じなんですよね。だから、語彙力がない、上に、その、味覚的にも、自分がよくわかってないので、どんな風に、うまいかっていうのを表現するのが、なかなか、まあ、難しいんですね。だから、これだって、簡単に、説明しかできないんですよ。そんな細かい説明なんて、できません。例えば、白ワインのなんとかかんとかを使ってるような、ようですね、だとか、これは白ワインのね、ボルドー産のなんちゃらかんちゃらを使ってるのかな、多分ね。そんな感じの、その、香りがしますね、だとか。言われてもわけわかんないでしょ。だから簡単に白ワインの、ちょっと甘い白ワインです、これ。うん。で、あと炭酸が弱いです。うん。まあ、簡単に言うとこれシャンパンのあれかな。シャンパンですね。シャンパンもこれ白ワイン使ってるわけだから。まあ、シャンパンはあれ炭酸ですけど、あれシャンパンって結構割と炭酸強いんですよね。うん。でもそれに比べるとこれ炭酸弱いですね。うん。ただ、それよりは、甘い。甘くて飲みやすいですね。これもシャンパンとかあんまり、以前、超高級な、あれ何やったっけな。最高級シャンパンのドンペリか。ドンペリ飲みましたけど、あれただの酸っぱい、酸っぱい、シャンパンでしたね。
あれは金の無駄だと思ったね。今でも思ってる。あれ、いくらしたっけ ?5000 円ぐらいしたっけ ?5000 円か1万ぐらいしたっけあれは完全にあれはもう、金のドブに捨てたようなもんですね、あれは。金ドブです。まさに。まさに金ドブ。金をドブに捨てたようなもん。とはよく言ったもんだ。よっこらセックスとは。でもなんだかんだ言ってこれあれが、これが一番使いやすいな。このウェブ、ロジクールウェブカメラソフトウェアがな。あと一つ、その、まあ不具合がなくなるのと、もう一つちょっと付け加えるとすれば、その時に撮った、ウェブカメラには、ここら辺にね、時刻が表示されてたんですよね。印字されてたんですけど。それがついてればなおいいかなって感じはありますけど。多分ね、結局のところね、俺がね、ウェブをね、開いてね、ブラウザ開いてるときにね、大体ね、止まるんすよ、ここは。だから、負荷がかかって、俺のパソコンでは、負荷が大きいのかもわかりませんね。うん。まあ、いわゆる 720p で今録画してますけど、それだとちょっと負荷がでかいのかもわかりません。そう考えると、720p ってこんなさ、クソみたいなさ、ただこうやって酒飲んでるだけだぜ。画質なんてどうでもいいんだよな、これ、ぶっちゃけ。ラジオでもいいぐらいなんだよ。まあ、ラジオだとあれか。この、あれ、柄が見えねえからな。だから、まあ、画質ちょっと落としたら、変わるかもわからんな。やっぱ負荷が、うん。パソコンに、オーバースペックになってて、負荷がかかってるかもわからん。うん。だいたいね、止まってるのはね、俺がね、ウェブをね、こうやって開いて、このクリアクーラーは、このお酒は何だろうな、朝日とって言って、これでこうやって、これでウェブで、ググってるときに、ググってこうやって見て、で、この時は、この瞬間はもう、その、ウェブの、しか見てないんで、カメラの映像は見てないんですよ。だから、あー、これ、うんちゃらかんちゃらですね、とかって適当に喋ってると、さーって、このウェブカメラの映像を見たらいきなり見ると止まってる。止まってるんですよね。うん。あれ?なんか朝日中杯新しいの出たの?なんだこれ?贅沢絞り。あ、これ知らない。贅沢絞り、新しい中杯出たっぽいぞ。贅沢絞り、果実2分の1個分、ぎゅっと果実 2分の1個分を贅沢絞り。3月20日に新発売、あと3日ですね。ほほー。お、朝日が、あれか、酎ハイに、力を入れ始めてきた。レモン味と、グレープフルーツ味と桃味が出るらしい。ちなみに朝日の、レモン味が、レモン果実丸ごと1個分の果汁 14% を使用。ほほー。あ、これは新しい。今までレモンで果汁 14% も使ってるチューハイ見たことねえぞ。レモンだとね、大体ね、一般的なのは 1% とか 2% ぐらい。あ、本当に。
レモンは本当にね、1% ぐらいで十分なんですよ。あの、風味が出るんですよね。でもこれ 14% ってこれ、すげえな。あ、しかも人工甘味料は添加せずに果汁をたっぷりと使用することで芳醇な香りとみずみずしい果実感を味わえます。だって、やったら人工甘味料入ってない。あ、ラッキー。原材料がウォッカとレモン果汁と糖類と酸味料と香料だけ。あ、基本的に、あれだ、必要ない。あー、よかった。俺大体こういう新しいチューハイでも、あの、甘味料使ってると俺スルーしますからね。買わないですから。俺、あの、甘味料大嫌い人間なんで、あの、絶対買わないです。だから、あの、スーパーとかでも、あの、甘味料入ってるチューハイは絶対買わないようにしてます。よっぽどなことがない限り買わないです。だから、俺が動画で紹介するのは、あの、甘味料入ってないやつだけですね、大体。ほぼ。で、グレープフルーツが、果汁 41% だって、ひえあ、ちなみにアルコール度数が全部 4% っぽいっすね。アルコール度数が 4%、ちょっと低いな。まあちょっと低いけど、これはレモンはちょっと飲む価値ありそうだな。まあグレープフルーツは果汁 41% って言っても、これ果汁 50% ぐらいのやつ出てるし、まあぶっちゃけて言えば 100% の果汁のやつも出てるから、うん。あれだよね。問題としてさ、あの、果汁 100% のレモンジュースは、レモンのチューハイ出てないんですよ。これなぜかっていうと、レモンは果汁 100% 使うと酸っぱすぎて確実に飲めないからなんですよね。だけど、それの割と限界に挑戦してるかもしれませんね。これはね。まあ、グレープフルーツとかはどうでもいいですよ、割と。桃がね、果汁 31% 使用。うん、うん、うん。まあ、桃で 31% だ。まあ、上等じゃないですか。アルコール度数が 4% と。うん。これは、ちょっと、あれっすね。これはちょっとあれですね。Yo check! Yo check! 本当にね、あのね、スーパーで売られてるチューハイの、だいたい6割、7割が、あの、甘味料含まれてるんで、俺、だいたいスルーしてるんですよ。本当に。5割ぐらいかな、わかんねえ。うん。5割、6割が来てるな。あ、最近甘味料が結構含まれてるの多いから、本当にチューハイはね、あの甘味料、こうやって見て、あの、こう取って、こう確認して、あ、甘味料含まれてる、いらねって、なるパターン。これが結構大多数ですね。新しいの出ても、お、新しいのじゃん。あ、ダメ。みたいな。感じで。だいたい酎ハイはよく、あの、見ます。ビールなんてどうでもいいんですけど。ビールはもう、あ、新しいの出た。はい、買おう。これで終わりです。ビールは。ビールとか第3のビール。あと、まあ、発泡酒とかね。もうこれはどれでもいい。もう、あ、入れろ入れろって。新しいの出た。やった。動画にしよう。新しいの出た。はい、すぐ動画。はい、これ動画用に買おうって。だいたい一個ずつ買っていくんですよ。ただ、チューハイは本当に甘味料の味っていうのがガチで出てるんで。あの、甘味料の味は本当に恐ろしいほど甘いんで。甘味料って、あの、前も言ったかもしれないですけど、砂糖 1g が、間違えた。砂糖 100g が、確か、あの、甘味料っていうのは、あの、砂糖の100倍の甘さがあるんですよ。確か100倍だったか1000倍だったか、ね、ちょっとググってみよう。甘味料。甘さはね、確かね、100倍から1000倍ぐらいだった気がするね。
ありましたね。100倍どころじゃ、100倍か。100倍からね、なんと700倍です。砂糖 1g が 100g から 700g の、甘さがあるらしいです。一番高いのがこのサッカリンっていう、これ知らないですね。非常に強い甘みを持ちます。甘みのがなんと200から700なんで、で、カロリーが0キロカロリーという。まあ、有名なステビアとかが100から150。で、よく使われてるのはアスパルテーム。これが100から200。ですね。だからね、くっそみでに甘いっすよ。とにかく。大体もう平均して確実に100倍はありますから。最低100倍はあるんですよ、甘味料って。だから砂糖が 1g だったら、甘味料が 1g に対して、甘さが度合いが同じなのが、砂糖 100g ですからね。お前、どんだけ甘いんだって話よ。100倍だぜ!ふざけんなよ。スクラロースが、約砂糖の600倍。600倍だぞ!どんなんだよ、もう。おかしいぜ。他にも300倍。で、いろいろありますよね。昔、ポカリスエットステビアっていうのがありましたけど。ね。ステビアは、ステビオシドっていうらしいですけど、甘味料がね。初糖の300倍の甘味度を持つ。甘味度か、これ。初糖っていうのは、これ砂糖のあれですね。わからないけど。砂糖と同じ意味です。で、あと最近ですけど、コカ・コーラ・ライフっていうのが出ましたけど、これはステビアですね。コカ・コーラ・ライフはすんなり消えてたけど、あれどうなったんだろう。コカ・コーラ・ライフっていうのはあれ、前一回飲んだけど、まずいなってて、終わりましたね。一体何だったんでしょう。あれはさっぱりわかりません。あと、ググったところによると、砂糖よりも2000倍も甘い、ソーマチンっていうのがあるみたいですね。2000倍ですよ。もうわかんねえな、これって感じ。2000倍。一番あれなのが、甘味度が低いのが、チクロっていうやつが、砂糖の30倍から50倍甘いらしいです。これはまだ、あれですね。唯一の救いですね、これは。唯一の救い。他には、250倍の、さらに やばいのがあった。砂糖の1万倍甘いというネオテーム。ネオテームの甘味度は砂糖の約1万倍と非常に高い。なんだよ、これ。なんだよ、1万倍ってもう、0.1g 舐めてもあれだぞ。砂糖の100倍甘いってどういうことやねん。おかしいやろ。さらにあった!アドバンテーム。アドバンテーム。は、味の素が開発したアミノ酸系、高甘味度、甘味料。なんと、砂糖の2万から4万倍の、甘味度を持つ。甘味度を持つと。
どうなってんだよ。4万倍もうわかんねえわ。もうわかんねえとかいうレベルの、あれわかんなさじゃないよ、これ。もうわかんねえ。はぁ。まあ、基本的に、どの甘味料もね、ほとんどカロリーがほぼゼロということで。うん。コク、甘みこれないっすね、あんまりね。うん、普通の、中杯よく甘み少ないっす。香りはまあ、まあぐらいか。まあ、でもまあ、これは、まあ、うまいっすけど、個人的にもうちょっと甘かった方がいいかな。まあ、これはあれっすよね。いわゆるシャンパンとか好きな人が、中杯飲むときにあんま甘くないのがいいなとかって、いう人に向けじゃないですか。2233です。ご視聴ありがとうございました。